俺の方が。おい、あまね、お前待て。ごめん。少しだけ聞いて。好き。ユージ。うん。店手伝うの好きか。あんまり。あんまりか。だって友達と遊べないし、母ちゃん怖いし。俺もたまに母ちゃん怖い。え？父ちゃんも。料理は好きか。うん、うまくできた時とか美味しいって言われたら嬉しい。ユージの作る飯はうまいからな。え、ほんと？ああ。やった。店も母ちゃんたちのことも頼んだぞ。父ちゃんいいんじゃん。そうだな。でも心配なんだ。リュウジ君、リュウジ君、ダメだ、期末終わった。まだ始まってもないよ。授業寝てたせいで何もわかんねえ。大丈夫、今からでも間に合うよ。あと2週間あるし。天音は余裕そうだな。どうだろう、前の学校と範囲違うし。俺もテスト対策しないとな。あまね。何？勉強教えてください。俺よりさ、玉川くんの方が適任じゃない？ね。俺？いや。いつもクラスで1位って聞いたよ。やだよ、ライバル増やしたくないもん。ほら、な、こういうやつなんて。ああ。でも俺、勉強めっちゃできるってわけじゃないよ。大丈夫だ、俺は全くできねえ。大丈夫とは。頼む、あまね。いや、でもダメか。悪いな、うちでやることになって。全然、図書館も自習室も混んでたもんね。な、部屋で二人になるとは思わなかったけど。あ、リュウジ君はさ、目標どれぐらい？赤点回避。切実だ。赤点取ったら夏休み補習あるし、やだよね。補習はもう絶対ダメなんだ。補習よっぽど嫌なんだな。寝てんのに。よし、じゃあまずは数学頑張ろう。お、よし。あまね、ちょっといいか。ん？解説見ても分かんなくて。え、どれ？60ページの、うん、さっきあまねがやってた。あ、ここ、これ、解ける。
これは前の問題の応用で、ちょっと待ってね。これ、この公式をここに当てはめて、で代入して、ここまでいけばどうかな。あ、この公式使えばいいってこと。うん。そういうことか。オッケー、ちょっとやってみるわ。リュウジ君飲み込み早いね。授業中寝てるだけでさ。いやでも、アマネも教えるのうまいな。え、そう、うん、あ、ごめん、ちょっとトイレ借りるね。おう。この距離は危険すぎる。バレそうで無理。俺ってこんなピュアだったっけ。調子くる。それ親父。うわ、びっくりした。トイレの場所知らないだろ。聞き忘れてた。てか、ごめん、勝手にうろついて。いいよ、別に何もないし。俺が中1の時病気でな、亡くなる直前まで店やってて、どんだけ店が好きなんだよ。俺全然気づけなくてさ。だから朝も夜もできるだけ手伝いたい。よし、勉強戻るぞ。あ、その前にトイレか。リュウジ君のお父さん、はじめまして、カイドウ天音です。リュウジ君には大変お世話になってます。江ノ島に来てすぐリュウジ君と知り合いました。お腹空かせた俺をお店まで案内して、しらす丼作ってくれて、それがすっごく美味しくて、リュウジ君が大切に守ってきたからなんですね。あのしらす丼の味、俺も一緒に守ります。だからお父さん、心配しないでください。心配なんだ。あまね。リュウジ君のお父さんに宣言しちゃったから、もう逃げられないね。店休むわけにはいかねえからな。ビシバシ行くよ。頼む。
いい？はい。おお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 、これは赤展開だ。すごい。うわー、よかった。おお、快進撃だろう。よかったよ。結構ギリギリなのもあるけどね。いや、ほんと正直焦った。いや、でもほんとよく頑張った。あ、俺帰る。え、あ、危な、距離感気をつけないと。あ、危ない。あ、好きなの選んで。勉強の俺。嘘、やった。どうしよう。また悩んでる。じゃあこれ。多分これでいいや。ありがとな。マジで家庭教師の才能あるよ。カイドウ先生に何でも聞きなさい。なあ、それ癖？え？あ、そうかも。ごめんね。別にいいんだけど、甘ね、甘えるの上手いタイプだろ。誰にでもベタベタしてるわけじゃありません。おお、人選んでんのか。悪いやつだな。違うよ。てか、熱っ。もう7月だもんな。うちも冷やし中華始めたし。冷やし中華？うん。あ、食いに来る？まあ、うち今日店休みだから俺ん家になっちゃうけど。え、いいの？お、タル、久しぶり。よし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 。おお、相変わらずぽっちゃりしてんなお前。あの、うちに何か用ですか？あ、すいません。兄の友達？君、もしかしてカツ丼の？カツ丼？あら、天音くん。こんにちは。いらっしゃい。ただいま、お母さん。お帰り、アンナ。よく来たね。さあ、暑いんだから、中入って。あ、天音。あ、リュウジくん。いいよ、入って。うん。リュウジ君と同じクラスのカイドウ天音です。お世話になります。ああ、兄ちゃんが最近言ってる人ね。イケメンじゃん。リュウジからよく話聞いてるわよ。ああ、もういいからそういうの。俺のこと家族に話してるんだ。てか、変なこと言ってないよね。言ってねえよ。リュウジ君？言ってない。はい、できたぞ。うまそう。店のより少し具を多めにしといたから。やった、いただきます。せーの、いただきます。こんな大勢で食卓囲むの初めてだ。いただきます。あったかいな。おいしい？おいしい。あ、ごまだれ初めてなんですけど、すっごいおいしい。具もいっぱいで。やっぱ食いしん坊じゃん、リュウ兄の言う通り。アマネはほんとうまそうに食うよな。いい子ね、アマネくん。どんどん食べて。ありがとうございます。アマネに俺のハムちょっとあげる。いいよ、タツキくん食べて。うん、やる。いいのに。私も卵あげる。悪いよ。それじゃ足りねえだ。ほら。
ぱい食べる。うわ、モテモテねおおおおえ、何してんの？いける？あ、いけるねえ、盛りすぎじゃないこれ。ねえ麺全然見えない。本当だね。見えなくなっちゃったよ俺の知らなかった嬉しいと楽しいが積み重なって、好きが膨らんでいく。あー楽しかった。ご飯もごちそうさま。おう、お腹いっぱいだよ。さすがに多すぎたよな。あんなに仲良くしてもらえるとはね。騒がしかったろ。俺もはしゃいじゃったもんありがとな。俺さ、家族を大事にしようって思ったの親父が死んでからなんだ。家族も店も当たり前にあると思ってたから。親父が死ぬ間際までそうしてたように、俺も大事なものをちゃんと大事にしたくて。でも必死になればなるほど親父の言葉が頭から離れなくて。心配なんだって言ってたんだ。ちゃんとできてるか不安で押しつぶされそうだった。だからあの時、あのしらす丼の味、俺も一緒に守ります。だからお父さん、心配しないでください。あまねが俺の不安を軽くしてくれた。ありがとう。あまねがいてくれてよかった。そんなの俺の方が。あまね、お前待て。ごめん、少しだけ聞いて。え？言うつもりなかったけど、我慢できそうにないから。龍二くんに知ってほしい。でも返事が欲しいわけじゃない。俺が龍二くんを好きだってこと覚えてて。いや、あんまね。じゃあまた。まだガラス越しの君の顔走れ走れ。走れ走れ。